非常にあのチーム力が良くてですね、和気あいあいと言いますか、これはもう中央通りの強みですね。リニューアルして10周年の一つの契機としてキャラクターを募集して、まあ、あの商店街のブランド化といいますか、そういうのをキャラクターを前面に出しながら魅力のある商店街を作っていきたいと思います。